ここにいる28名の選手は日々
存で取れています。サビスコでは本当に欲しいところで負けてしまいましたが、その悔しさをまたリーグ戦、そして天皇杯にかけて一貫となって戦っております。現場としては本当にいろいろな問題があって皆さんに申し訳なく思っておりますけども、我々が目指していくのは一戦一戦全力で戦う姿を見せて、そして勝利を皆さんにプレゼントすることだと思っております。皆様どうぞ大きなご声援を。